はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあいよいよ明日ですが、はい、今の心境はとても緊張しています。プレッシャーは感じてますか？とても感じています。どんなプレッシャーを感じてますか？やっぱりみんなからの応援とかやっぱり期待とかされているので、やっぱりその分自分が答えなきゃっていう気持ちでいっぱいです。明日の戦う会場はもう見ましたか？でも今作り途中の、はい、見ました。なんかイメージできるもの何かありましたか？いやもうなんかいよいよ明日この場所で踊るんだなってめっちゃ実感しました。今のコンディションは？そうですね、体の方はすごいいい感じなんですけど、やっぱりあとはもう気持ち的な部分で、明日どんだけ自分がどんどん楽しくなれるかどうかだと思うので、はい。普段のやっぱバトルとはやっぱちょっと違うと思うんだけど、その辺のなんか作戦とか、なんかイメージしてることとか何かあったら教えてほしいです。そうですね、でやっぱりバトルはやっぱ変わらないので、やっぱりその規模がやっぱめっちゃ大きくなったりだとか、その周りからの期待がもっと大きくなったりとかしただけなので、やっぱりそこは変わらず、バトルをどれだけ自分が楽しく踊れるかによって、はい、やっぱり踊れるかだと思うので、そこは変わらずやっていこうと思っています。じゃあ最後にカメラに向かって明日の抱負をお願いします。明日の世界選手権絶対金メダル取ります。